今日午後国分寺市のイタリア料理店でカセットボンベのガス抜き作業中に爆発が起き、店員と客が軽いけがをしました。ガス爆発とみられ、警視庁が原因を調べています。警視庁によりますと、今日午後2時前、国分寺市泉町のビルの2階にあるイタリア料理店で爆発がありました。この爆発で窓ガラスなどが割れ。 客の80代男性と、店員の40代女性が軽いけがをしましたちょうど帰ってきてうちにいて、これでどんっちゅうから、あれ、うちじゃねえよなと思って、いやもうガラス飛び散って、まさか隣のビルだとは思わなかったから、本当びっくりした。 爆発があった当時、店内ではガスコンロのカセットボンベのガス抜き作業をしていたということで、何らかの原因で引火し爆発したとみられています。また、店内は営業中で店長と店員、客の合わせて3人がいたということで、警視庁は業務上過失致傷の疑いも視野に爆発が起きた原因を捜査しています。